皆さんこんにちは。ハイディアのフードの外し方っていうところで、皆さんこちらは外しましたか、どうでしょうか。でこれなんだけど、まずハイディアのフードですね、入手しなければいけません。でこれに関しましては、監視砦でこちらの防具屋で購入することが可能でして、でそれこそ最序盤から購入することができますね。でハイディアのフード、見た目はこんな感じになっていて、おそらく最序盤でご使用された方も多いんじゃないかなと思いますね。まあいわゆる初期装備みたいな感じかな。でこれのですね、フード、実は外すことができるような仕様となっておりまして、もちろん外したからといって防御力が低くなるとか、まあそういった仕様はないんですが、実はハイディアのフード外すことができるんですよ。でその外し方について今日はですね、語っていきましょう。でまずですね、外し方としましては、具体的にどうすればいいのかっていうところですね、そこについて語っていきましょうか。でこのですね、ハイディアのフードですが、この果ての村が重要なポイントとなっておりまして、ここで様々なクエストが繰り広げられることになります。でまず内容としましてはこちらとなっておりまして、ハイディアのフードを装備した状態で果ての村にいるサノゴさんっていう方がいるんですけど、その方に話しかけて依頼すると、でそうすることによって外すことが可能でございます。でフードを元に戻したい場合は同じ手順で話しかけると戻してもらうことが可能となっていて、ただこのですね、フードを元に戻すとか外すとかこちらの手順をですね、やっていただくには、先ほども申し上げた通りチャレンジクエストのクリアが必要になってくると、これがまたなかなか大変なんですが、まあ言うてもそんなにね、難しくはない内容ですので、時間がかかってしまいますが、ぜひね、こちらはやっていただければなと思いますね。よろしくお願いいたします。そしてもしよろしければ、このタイミングで高評価、そしてチャンネル登録もポチッと押していただけると、非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあそんな感じでございますね。で、サグノのイベントに関しては、今画面に映ってる通り、こちらで発生することになりますので、ぜひ覚えておいていただければと思いますね。で、ここからは具体的な手順について語っていきましょう。で、まずクリアする必要があるミッションとしましては、こちらですね、常湯の大事な手紙。で、発生場所としましては牧場。で、その次に新名物で村おこし。で、こちらは村長の家で発生することになりまして。で、草吉の秘密。こちらも村長の家で発生することになります。で、サゴノの秘密、サゴノの家の前。そして、あなたはサゴノ派、草吉派っていうところで、こちらもですね、サゴノの家で発生することになります。で、最後にですね、いざ村長戦っていうところで、すべてのクエストをクリアすると、こういったものがですね、発生することになりまして、で、この村長戦を終わらせることによって、サゴノがですね、服屋を開いてくれます。で開いてくれることによって、その中にサノゴがいるので、で話しかけて依頼することになります。ぜひねこちら覚えておいていただければと思いますね。よろしくお願いします。まあそんな感じでしょうか。でサノゴに話しかけて依頼することによって、こちらですね、まあサノゴというかサゴノかサゴノに話しかけて依頼することによって、こちらですね、外してもらうことが可能となっていると。でサゴノはこういった見た目をしていて、そのフード少しお顔を出してもいいかもしれないだますっていう話になって、外してもらうことが可能になっておりますね。まあこういった流れになっておりますので、ぜひ皆さんこの果ての村でイベントをやっていきましょう。ただ先ほども申し上げた通り、結構流れ作業となっていて、で先ほど示した手順通りに進めていただくと、こういった形で、はい、いざ村長戦が出てくるので、こちらをクリアしていただくことで可能でございます。まあ、時間に換算すると大体ですね、まあ、30分から1時間程度あれば、まあ、全部一連の流れ終わるんじゃないかな。まあ、30分ぐらいか。まあ、そんなに時間もかかりませんので、ぜひやっていきましょう。ただ一方で、まあ、フードをね、外したからといって、何かプラスアルファの恩恵があるかと言われると、ぶっちゃけ特に何もございません。はい。まあ残念ながらですね、特に何もございませんので、まあ他に優先すべき事項などがある方は、まあそちらからやっていただく方がもしかするといいかもしれませんね。
まあ言うてもこちらの案件に関しましてはマストとなってるわけではなくて、どちらかというとウォント、まあできればいいなっていうところなんで、まあフード外したからといって何かねいいことがあるかって言われるとそうではないからね。まあ一応ですね、今回ティアーズオブザキングダム縮めてティアキに関しましては、ハイリアのフード外した状態のリンクがなんだろう、まあ、テーマとなってるってわけではないんだけど、まあ、パッケージ関連とかで映ってるリンクっていうのは、まあ、大体ですね、ハイリアのフードを外してる状態なので、まあ、これでようやくそれが実現できると、まあ、そういった形になっております。なので、まあ、マニアの方はぜひやっていただければという感じでしょうか。で、この果ての村なんだけど、まあ、他にもね、様々な小ネタなどが、ところどころにひしめいておりまして、で、それこそね、昔のリンクの家にも行くことが可能なんですよ。で、このゲームにおいては、どうあれですね、リンクとゼルダが、まあ、結婚しているっていう設定は、おそらくないかと思いますが、一方で、なんとね、こちらマップ見ていただければわかる通り、どこだっけな、ここがゼルダの家ってなっていると思います。でこれリンクの家じゃなくてゼルダの家って感じになってるんですよね、表示方法が。これどういうことなんだろうって感じなんですが、まあおそらくそのままの意味なのかなというところで、なんとですね、ゼルダとリンクが、まあ、同棲していたという衝撃の事実がこのタイミングで発覚いたします。で、なんと家の中には、ゼルダの日記なるものであったりとか、まあ、そういったものがございまして、で、それこそブレバイからティアキンの間に、まあ、どういったことが起こったのかとか、何があったのかっていうところがですね、実は記載がございまして、それを見るのもですね、なかなか面白い内容となっておりますので、かつゼルダの伝説、こちらのまあ真相に迫るような内容であったりとか、で、なおかつゼルダの隠し部屋なるものがございますので、まあ、そちらもですね、知りたいという方は、過去の動画で実際にそちらに訪問している動画も投稿されておりますので、ぜひそちらの動画も同時にご覧いただければと思います。よろしくお願いします。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、ハイリアのフードに関しましては、まあまあまあ、見栄えだったりとか、まあ、感覚的な部分が非常に大きいので、まあ、ぜひね、それぜひやりたいという方はやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価ぜひぜひこのタイミングでポチッとお願いいたします。で、おそらくですね、ティアキンをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。で、先ほどですね、冒頭で申し上げた通り、手順ですね。こちらかな？床湯のイベントがクリアが必要であるということを言ったんですが、で、ここでですね、床湯の大事な手紙っていうイベントがですね、ミッションがですね、発生することになります。で、一つ目のミッションとしましてはこちらとなっておりますので、こちらをまずはクリアしていきましょう。以上でございます。お疲れ様でした。